空手か中国拳法か近代 VS 古代、おのおのの代表者が今雌雄を決しようとしています。おーっと、これはオロチカズミのこの大きくスタンスを広げた構え。いきなりか。聖剣好きに使用される関節8箇所、それを同時に加速することによって生み出される音速を超えた聖剣、マッハ好きの構えだ。あの遊び好きがのっけからマジか。必殺の一撃を狙うオロチカズミ、それに対しまだ何の構えも見せません剣勇烈海王、果たしてどう答える。烈にとっちゃ最悪の展開だろうぜ。あの音速剣ってやつは勝美流とも言えるオリジナルでな、この俺でも真似られん。しかもあの構えだとな、上段中段下段どこの攻撃に対してもカウンターが取れる。動いた。おお、なんと勝美が徐々に間合いを詰めている。待っているばかりではないオロチ勝美、どうする中国拳法。一撃を待つか仕掛けるか、さあ選べ烈海王。もっともどちらを選ぼうと勝ちをつかむのは俺だ。何かがオロチカズミの顔面に当たった。一番強い格闘技でございますか。それは様々ございますが、ただたった一つだけというのならやはり中国拳法でございます。ただし中国拳法と申しますものは、それはそれは膨大な学問でございます。そのすべてを収め身につけるとなると、それはそれはとても。この岩でございますか、これは打眼と申しまして、己の五体のみを道具とし、叩く、刺す、打ち、蹴る、少しずつ少しずつ岩を玉に近づけていく修練でございます。無論手も足も無事で済むはずもございません。しかしそれはこの者がまだ未熟だからなのでございます。薄皮を張り重ねていくように甲を練り続け、いかなる条件にも屈することなく筆舌に尽くしがたい修練を長く長く耐えた者のみが身につける人ならぬ速力。それを身につけたとき、彼の手足は硬い岩をまるでバターや果実のように切断していくのでございます。甲のなった者の中には、斧が手足のみで山に穴をうがった者すら。ご覧ください、見事なものでございましょう。剣神劉海王が叩き上げた打眼でございます。しかし中国拳法の歴史は長い。
4000年もの時はこのようなとんでもないものを作り出してしまったのでございます。魔剣烈海王が2年前に叩き上げた黒曜石、それはそれは見事な打眼でございます。しかし彼はまだ戦えるのか。近代体育の粋、君たちはそう言ったな。聖剣好きに使用される関節すべての同時加速、それが生むマッハの速度、たかが100年余りの歴史でそこまでたどり着いた努力は褒めておく。しかしながらオロチカツミよ、貴様らのいる場所はすでに我々が2000年前に通過した場所だ。教えておこう、空手に対し中国憲法は全てを伝えてはいない。したがって現時点の対決で空手の勝ちはありえない。私の突きをまともに食らい立ち上がったタフネスだけは称賛しよう。勝負あり。近代空手の司法ついに倒れた。まさかよもやの返り討ち、これほどの差を誰が予測しやがしょう。